ございます。さあ、おはようございます。さあ、おはようございます。さあ、おネイマール来い。なそうだな。うわ、金か。ウォリアル、ワギネル。不思議な表情のサッカー選手が来ました。行きましょう。今現在、チャマ君レートは820の、どんぐらい？あ、935か。まあまあやね。ありがとうございます。鼻くそ、食べチューバーのチャマ君です。肩書きが変わっちゃったな、これ。意外と悪い評価少ないな。コメント全部見たけどね、やっぱ動画で読み上げるわけにはいかないよな、あんな言葉がいっぱい入ってたら。まあダメだよっていう声あるけど、そんな怒ってないな。ダメだよって言ってるけど、僕も食べるよって感じの人ばっかりだね。まあ、パーマッチングが短くなるおまじない、キムタク自分を転入生と表現、おめでとうございます。パッ、来た来たよ、ディビジョン7が。よし、1982、先輩じゃないですか。はい、バンゲラン。まあこれは変えるとこないわな。はい、来たよ。寝起きやけども、超絶眠いけども、勝つしかないで、935まで来てるから。アウェイでしょ。どうすっかね。相手はそんなにいいメンバーじゃなかったような、一瞬しか見てないけど。皆さんこんにちはは。い、スンスン。はい、スン本ス日ン、の来試合ですた。が、ノースロンドン対マンチェスター・ユナイあテッら、ド、昼本のま日んまのじゃない。お解願いし説まとしてす、参りジます。ル。解説、七海さん、結構実況影が大目谷立亮つ太郎としてまいりね。ます。七海さん、今日はよろしくお願いします。こんこれにちは、生主今日もよリーろしグくおね、願いし3ま連す。敗してるからね、チャマくんまずファね。ーストハーちょっフと勢見いてでいやっきちゃっましたょう。部分あるね。ノースロンドン対マンそチェのスター・ユ時ナイにでテッも言ド。われたのがね、こう、さあ、七海さん、ため今を日のね、注目選手、作らないね、チャ教えマてくくだんさは、い。っていうことでダしニたエル・ね。アウベスですかね。はい。90分スピードたが落めちをないね、フリーラン作ニンるグのスペシャリ急ストぎですぎね。て。そうですね。そして特にボックス内に入って仕事急をぎするすぎ神て。出鬼没な選手ですね。相手にとっては非常に厄介な選手でしょうね。このエリアをどう崩すのかこがれ一つは、のポイントになりそうです。OK。急ぐのもいいけど、アタザーメド。をつく、あれ？パスでつないで攻め込んでいきます。マンチェスター・ユナイテッド。いけるときはドリブルで行った方がいいんじゃバッない？っスていラー。うの言ってたね。このボールをカットします。やっぱワみんンなうバまンかったな。マスケラーのからイブラヒモビッチ。こイうブラいヒけモるビッときチやね。からクリスティアーノ・ロナウド。ライン裏狙いましたえ、ね。オフ？これはオフサイドを取られます。オフ。まあオフサイドにはなりましたけど、オフただ一か人よ、おちょっい。とゴール前に出てくるとやっぱり迫力がありますよええー、ね。あれ、やばいな。この序盤両チームともまだ探り合いをしているような感じです。いけるとき、間合いの管理を大事にしましょうこれを読んでいた。今のが収まっていればっていうシーンでしたね。狙いどこころは良ボかっールをたと思いますよ。中盤でね。組み立てていきます。あれ、そっちじゃないよ。シュルレ。今ちょうどいい感じでね、ドラッツラー。人を頭上げてたのに。ジルからのスルーパスをカットしました。拾われましたよね。上がってくる。来た。今突っ込みすぎたね、ちょっとね。このボールをカットします。これチャンスじゃないか。イブラヒモビッチに渡る。いいパス出ましたうね。わ。クリア。このマッチアップどうなる。裏を狙う。オッケー。ああ、取られましええー、たファール取られね。た。パーよ、パーパーよ。
前半の19分を過ぎたところ、まあアウェイだからね、そう簡単にはいかないのは分かってたよと。こうなると先にリスクを犯して出てくる方が主導権を握りそうですよね。ああこれね、あんまり突っ込みすぎないよと。味方を走らせる。オッケー。ワンマタ。オッケー。いやー今のもドリブルでいっていいんだよね多分ね。カットです。いけるところはドリブルでいって。引きつけてからパスだよってことでしたね。イブラヒモビッチ来た。うわあ、まあ遅かったな今。シュルレ。もうちょっと早ければあのディフェンスが気づく前にね。ロナウド。今ボールカットしてディフェンスがこのね不用意なミスいらないね。やばいやばい。スルーパス。ラームがやれ中入ってきちゃったね。やばい。オッケー。また危ないですよこれ。ナイス。セルヒオラモス、ここはクリアします。飛び込む飛び込まないっていうのね。不安マタ。飛び込めない位置、これね、こういうとこ飛び込めない位置にいるときは。ボールはイブラヒモビッチへ。いいパスですね。シュート。いやうわー。スルーパスにうまく。誰？ペリン。ペリンあんまいいキーパーじゃないっていう噂だけど。タイミングがバッチリ合いましたよね。これを繰り返していけばいいと思いますね。おお、これいっちゃうんだ。味方を走らせる。ああ、ポンカルよ。ナイス。ギリギリのスライディング、あれ完全に体にいってたからな。倒しちゃったらファウル。あ、やばい。前半の34分を回りました。よし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 、はい、ナイス。前半も残り時間が少なくなってきました。スコアは0対0、うん、あとね、ボールを持ったらすぐ前向こうとする癖あるねみたいな。やばい。うわあ、もうちょっと内側に巻いてくれたら。オッケー。入んない。ちゃんと体向けりゃよかった今。もう完全に絶好調イブラを過信してたね。絶好調イブラだったらこれ背中向けてても勝手に決めてくれるだろうって。そんなわけないんだよやっぱり。おっと。危ない。裏に味方を走らせる。おっしゃー。ほうほうほう、これね935だよっていうの、もっとこう緊張感持った方がいいかも。ちょっと軽いねまだね935。おーしゃー、 いかないよと。おい、これを待ってたよと。いやー、おっ、グリー出せ。よしよし、きた。ありがとうありがとう、アザール。今これをね、結局ためこういう形で追い越してきた人っていうのが大事よみたいな言ってたな。今作は追い越しを待つっていうのがポイントになってるよって言ってた。何それ今頃気づいたのって。これがね、あとこれ、そうですね、いけないです。やっぱロングパス大事ね。うん、バックスピン蹴れる人がいないからね、うちには。本当にいないの？バックスピンを使ってなかっただけで実はいるんじゃない？バスケラーなんですよね。バックスキープスピンが 何番だったかも俺は知らないね。8、違うな、10何とかがバックスピンなんだよな、多分。ピンポイント13番、13番ピンポイントクラス持ってるね。バックスピン、この辺じゃない、ね、うん。7番カーブ、スキルスキル、これ、あ、スキル、コントロールカーブ、無回転シュート、アクロバティック、バックスピンロープは12番か。ちょっと監督との相性若干悪くてもバックスピンロープ使える人一人入れとこっかな。後半です。どうする、スルーパス、シュートもあります。入るんだよイブラ、絶好調イブラ入るんだよ。これがスーン、体そんな向けてないよ。十字キーもほぼ真横に倒してた。それでも入っちゃうんだよ。あれで勝負あったという感じでしたよね。
まあファーストコントロール、トラップからシュートまでの流れ、ゴールのイメージ、はい、この辺がイメージ通りということでしょうね。そうですね。いやさあマンチェスターユナイテッド、あクリロナ最強、足速すぎ、クリロナ強すぎでしょ、もう超適当な三角でも入るから。あんまりね、サイドは行かなくていいかなって思ってんだけど、ね、まあシュートもそうなんですけど、次のプレーをイメージしたコントロール、ここが全てだったと思いますね。そうですね、出せる出せる。さあマンチェスターユナイテッド最初にリードしてさらに2点追加しています。ここの後ろでもなんかこう間合い管理とかまあ大事だけどしなくていいよね。おおおおおおおクリスティアーノ・ロナウド今日は得点を挙げています。アザール、さあイブラヒモビッチ、いやー出せない、おいよいしょ、ラーム、はい来た、味方を走らせるイブラヒモビッチ、抜きすぎ、ペリンがもう飛び込みすぎだから、ペリンが、ペリン大丈夫かあいつ、あんな飛び込んで、飛び込む時と飛び込まない時と見分けつけれるようにならないといけないねこれね、ペリンが行かなくていい、この辺がイメージ通りということでしょうね。シュルレか、いたことに気づかないぐらい全くボール触ってない、やばい、あーさあマンチェスターユナイテッド圧倒的な強さを見せています。いけないなこれ、オッケー触った、シャーシャーシャー、ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。マンチェスターユナイテッドとしては無理しなくてもいい状況ですよね、相手のデカルの使い方を変えてもいいと思いますよね。切り返す向きが若干違ったね、アイバイブ、もうあれ意識してない、おっと、あれノーだよね、ボールいってるもんね、よし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 、一瞬嫌なマーク出ましたけど、また嫌なマーク出ましたけど、いいですね今のディフェンスもね、ちょっとね、オッケー、エフェクトかなと思ってた、来た、あれ来てない、違う、罰をした罰をした、若干遅かったけどね、若干遅かったけど罰をしたよ、わし、高いディフェンス、イブラヒモビッチに渡る、イブラヒモビッチからクリスティアーノ・ロナウド、あまた出てた、また出てたよ、でも影で見えなかったよ、もうやはり守備の意識が高いですね、嫌なマークが出るようになったね。前線へのボール。さあイブラヒモビッチ。うわあそうだよね。これは分かってた。これはオフだと思う。イブラヒモビッチ飛び出していました。ギリギリでしたよね。何をするんだろうな。鼻くそ食べチューバーか俺。なんだろうな。何するんだろうな鼻くそ食べチューバー。メントス鼻くそとかかな。特に何もならないよな、メントス鼻くそ、鼻くそと利き鼻くそかなこれ、危ない危ない、利き鼻くそか、ボールが抜ける、さあジルー、ここ抜け出しましたね、自分で行く、出るな、マンチェスターユナイテッドとしては非常に危ないシーンでしたね、ああなってしまうとキーパーからボールが見えなくなってしまいますからね、いやなるほど、おっと、インターセプト、もう40分に近づいています、アザール、イブラヒモビッチ、おお、フアンマター、チェルチ上がる、これはちょっとコントロールできませんでした。
手元の時計3分を切っている状況。タッチ終わってもう一度スローイン。ああ、お待たせしました。87分。ちょっと容量がなくなって。わしの顔を見たいか。スローインをカット。これは読んでいました。オッケーオッケーオッケー。抜けてくる。ボールコントロールする。ニアコン難しいね、こうなると。決定的な場面になってしまいましたからね。そう。今のディフェンスは大きいですよね。はい、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 はい。縦にボールを送ります。あ、でも安定してきてる。いい守備ですね。ちょっと回線が悪かったね。抜きにかかるか。縦を使います。イブライモビッチからクリスティアーノ・ロナウド。きた。味方を走らせる。自分で行く。自分で持っていく。おい、入んない。ギリ入んない。でも勝った。 4-0 で勝った。助かった。あ、でもほとんどやらせてないね、チャマ君。最高や。来てるよ、来てるよ。950が面前に近づいてるよ、目前。はい、ドン2しか上がんないんだけどね。937ということで。まあ、こういう人ばっか来ると思うよ。今度から2しかくれない人しか来ないと思う。だから、あと30試合、40試合勝たなきゃいけないけど。頑張るで。こっからマジでみんなの応援大事よ。パー、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。